こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コンサートボーイ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。サプライズパワー、前に行きそうです。これに続いてコンサートボーイ、赤の帽子、アメージングレイス、その後ろ、その外からテセウスフリーゼ、並んで10番バトルライン、栄シャトー、この馬もこのグループ。すぐ隣にブレイクブライド、その外からマチカネストリーム、すぐ後ろにスピードシルビア、MI ブラン、後ろから並んで5番インターパール、ラグビーウッド、すぐ後ろしんがりからサザンウィッシュ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてサプライズパワー、アメージングレイス、ほとんど差がありません。バトルライン3番手 MI ブラン、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバトルライン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってバトルライン、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は MI ブラン、先頭を捉えるか。 MI ブラン抜けた。コンサートボーイ追いすがります。 MI ブラン1着、 MI ブラン1着、2着はコンサートボーイ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは MI ブラン。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはカフェウィングス、カフェウィングス先頭、2番手はカフェウィングス、カフェウィングス差し返すか。残り 200m、 先頭はブレイディジューディー、カフェウィングス必死に追いすがります。2番手はエアハイネス、ブレイディジューディー1着、ブレイディジューディー1着、2着にはどうやらエアハイネス、1番人気に応えましたブレイディジューディー、見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはグラスバラッド、あと 200m、 先頭はファストフレンド、グラスバラッド必死に追いすがります。セントホワイト追いすがります。ファストフレンドもう一伸び、ファストフレンド、ファストフレンド1着、2着にはどうやらセントホワイト、1番人気に応えましたファストフレンド、見事です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はバブルガムフェロー、バブルガムフェロー先頭、リードを広げにかかります。2番手は石野サンデー、あと 200m、 バブルガムフェロー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手は石野サンデー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。バブルガムフェロー1着、2着は石野サンデー、これが G1 馬だ。バブルガムフェロー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって筑波シンフォニー、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あと 200m、 筑波シンフォニー先頭だ。残り 100m、 筑波シンフォニー粘る。一気にロイヤルタッチ、筑波シンフォニー、筑波シンフォニー1着、2着にはどうやらロイヤルタッチ。まずは前哨戦を制しました筑波シンフォニー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。